CE サバデルはカタルーニャ州のサバデーにホームを置くサッカークラブである。2020から21シーズンは西軍ダディビシオンに所属。1901年、ジョアンサウスとサバデルカタルーニャ派の若手グループが CE サバデルを設立し、1906年6月5日に完全に公認されたサッカークラブとなった。クラブ初の試合はプラットでサンリガで行われたが、 1906年6月3日にはチーム X との試合で新スタジアムのクレイアルタディストリクトがお披露目された。1912年にはスペインで初めて照明を用いたナイトゲームが同所で行われた。1933から34シーズンにはコッパカタルーニャで初優勝し、クラブ初の主要タイトルを獲得するとともに、 コパデル・プレシデンテでラ・レプブリカへの出場権を得た。翌シーズンのリーグ戦では15勝1分の、好成績を収め、コパデル・プレシデンテでは決勝に進出したが、エスタディオ・チャマルティンで行われた決勝で、セビージャ FC に0の3で敗れた。1943から44シーズンには初めて、プリメーラ・ディビシオンに参戦して9位となった。1945から46シーズンは、 西軍ダリディビジオンで過ごしたが、プリメーラに昇格したばかりの1946から47シーズンには優勝したバレンシア CF からわずか勝ち点4差でレアルマドリードより上に位置する5位と大検討した。1968から69シーズンにはプリメーラが16クラブ制になってからクラブ史上最高位の4位となった。1969から70シーズンには インターシティーズ・フェアーズ・カップに参加し、1回戦でクラブ・ブルッヘに2試合合計3から5で敗れた。トップリーグでの挑戦は7年間で終わり、1972年にセグンダに降格した。1991年には株式会社化を行った。1992から93シーズン終了後にセグンダ・ディビジオン B に降格し、その直後に、 深刻な財政難によりテルセーラディビシオン降格となった。その後の17年間は2006から07シーズンを除くすべてのシーズンをセグンダー B で過ごしたが2010から11シーズンにはグループ優勝し昇格プレイオフで SDA バルにアウェーゴール差で勝利してセグンダディビシオン昇格を決めた。なお、このシーズンには日本人 FW イブスキヨウが所属していた。2011から12シーズンは低迷して19位に終わり、本来ならセグンダー B 広角となるはずであったが、リーグ規定により12位のビジャレアル CFB が降格処分を受け、サバデルはセグンダ残留となった。2012年7月、日本の実業家、坂本圭介が新たなオーナーとなった。同年11月、チームイメージキャラクターに、 セスックヒロシを起用。2020年7月26日、セグンダディビシオン昇格プレイオフ決勝の FC、バルセロナ B 戦に2から1で勝利したことで、5シーズンぶりのセグンダ昇格を決めた。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他の保有国籍を、星印は EU 県外選手を示す。 中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。CE サバデル公認のサポータークラブは、合計10クラブあり、そのうちの一つであるベーニャブルーガールズは、サポータークラブでは、 唯一の女性のみで構成されている団体である。また、スタジアム南部には、極右的な思想を持つサポーター、いわゆるフーリガンがおり、試合中の迷惑行為など、問題行動を起こしていた。しかし、クラブのオーナーが、日本人実業家の坂本氏に代わってからは、彼らを厳しく、取り締まるようになり、現在彼らはクラブから追放されている。2015年、 イングランドのエフルリーグ1に所属するブリストロローバーズ FC とクラブ間で業務提携を行った。両クラブの共通点にはホームカラーが同色そしてユニフォームの告示がある。ありがとうございます。